未確認動物の一種、インドネシアのスマトラ島に生息していると言われている。インドネシアのスマトラ島に生息していると言われるオラン、ペンデクは現地の言葉で背の低い人を意味しており、一番古い記録では13世紀の目撃記録が残されている。1917年以前からオラン・ペンデクに注目していた博物学者エドワルド・ヤコブソンが オランダからインドネシアへ転居した。彼はオランダの科学雑誌にオラン・ペンデク遭遇団を寄港した。その記事の内容は彼がスマトラ島の山麓でオラン・ペンデクを調査した記録が残されている。地元のガイドがオラン・ペンデクが後ろ足で地面を蹴り逃げたという目撃団からヤコブソンはもしそれがオラン・ウータンだとすれば木の枝を伝って逃げるので オランウータンの5人ではないと判断した。また、足跡も発見されており、形は幅広で、長さも短いため人間やオランウータンのものではないと、した。ジャワの V イテンツルク博物館は、オランペンデクのものと思われる足跡を手に入れた。その足跡が発見されたアエルテマンチックの行政官の説明によると、ある日、地域の農場作業員が見慣れない動物を見たと、 視聴しそれを恐れていたため調査に赴いたという。そこで行政官はオラン・ペンデクの足跡らしきものを発見したと証言している。最終的に足跡はブイテンツォルク博物館のダムメルマン博士によってマレー太陽グマのものだという判断がなされた。1989年オラン・ペンデクの目撃情報に兼ねてから興味を持っていた。 イギリスの自然保護派ジャーナリストデボラ・マーティルは6月から1993年までスマトラ島のクリンチ山でオラン・ペンデクの調査を開始した。調査開始当初は地元民からの目撃情報を入手するだけだったが、その3ヶ月後、ようやくオラン・ペンデクらしき足跡を発見した。足跡は36メートルにわたって続いており、彼女は石膏で型を採取した。 長さはおよそ20センチメートルで、指は4本で並んでおり、親指は足の側面から直角に出ていた。しかし、その後は空振りの連続で、とうとう3年の月日が流れた。だが、1993年9月についに、マーティル自身がオラン・ペンデクを目撃した。目撃後マーティルは、それは、どのような図鑑にも載っていない、どこの動物園にもいない。 未知の霊長類だったと述べた。2001年9月、イギリスの科学者である、アンドリュー・サンダーソン、キース・トーリー・アダム・デイビスの3人が、マーティルの目撃画に興味を持ち、スマトラ島がなんと自己周辺を調査し、オラン・ペンデクのものらしき足跡を発見した。それを石膏で採取し、長さは20センチメートルで、大人の手のひらほどのサイズだった。 また、その模様は、イギリスの BBC で放映された。2003年6月、イギリスのリチャード・フリー・マンジョンヘア・クリス・クラークら3人が、ガナントゥジュコで調査を開始し、足跡を発見した。彼らは、二足歩行する生物に間違いないと判断した。また、歯型がついたオラン・ペンデクの鉱物、パフール層の茎も見つかっている。多くの草がちぎられていて、食い荒らした跡があり。 これをランペンデクの仕業と判断した。インドネシアフローレス島でフローレスマンという人骨の化石が発見されている。体長はおよそ1メートルほどで1万3000年前まで生息していたらしい。また、ホモフローレシエンシスという学名も与えられている。また、周辺の島でも同じような小型の獣人の目撃情報や伝説が多く残されている。 このことから、オラン・ペンデクの正体は、フローレスマンに近い進化をした、新種人族の生き残り説が有力とされている。ゴジラの原作者として知られる作家の加山茂によって、オラン・ペンデクの復讐、オラン・ペンデク五日単、オラン・ペンデク射殺事件、1959年の3つの小説が書かれた。ありがとうございます。